来たわよ。話って？苦情？何か彼女たちの気に障ることをしたかな？どうもこうも必要な医療行為よ。これが私の魔力の供給方法なの。そしてあなたも知っての通り、私は魔力が切れれば消えてしまう。つまりこれは必要な行為なのよ。だからね。チェッ、イリアったらそんなことを報告してるのね。余計なことしてくれちゃって。意味ならあるわ。スキンシップよ、スキンシップ。可愛い女の子にキスしないなんてありえないでしょ。隊長だって蜜剣としてるんでしょ。これくらい見逃してくれたっていいじゃない。あらあら、顔を赤くしちゃってウブなのね。隊長ったらかわいい。あら本当よ。それこそ食べちゃいたいくらいに可愛いわ、あなた。動かないで。これは交渉よ、隊長。私がもう蜜剣に手を出さない代わりに。そんな慌てないでよ。冗談よ、冗談。期待させちゃったならごめんね。ごめんごめん、あまりにいい反応だからつい楽しくなっちゃったわ。お詫びってわけじゃないけど、スキンシップはしばらく控えてあげる。そう、それはどうかしら。それじゃ、話が終わったならもう行くわ。じゃあねー。あら、本当よ。それこそ食べちゃいたいくらいに可愛いわ、あなた。